カフェの写真からタイヤがパンク寸前なことが分かりました。2頭夢乃さんが YouTube チャンネルに投稿してる動画ですね。それ毎年タイヤ交換してるって言ってたのにどうして？札はショッピケア。やっぱ不正請求してんじゃないか。